はい、今回はキューベースにおける32ビット整数オーディオおよび64ビットフロートエンジンについて解説していきます。キューベースではバージョン10から32ビット整数および64ビットフロートのビット解像度が選択可能になりました。また 9.5 から64ビットフロートオーディオエンジンが採用されており、これで32ビット整数オーディオ64ビットフロートエンジンによるレコーディングミキシング環境が完成したといえます。この32ビット整数によるレコーディングは、小さな音から大きな音までよりリアリティのあるサウンドを追求したいという方、また将来のさらなるハイレゾ化に向けて高解像度の音源を残したいという方に適しています。まず以前32ビットフロートを解説した際に整理したビット解像度とオーディオエンジンの違いについておさらいしておきましょう。プロジェクト設定におけるビット解像度はレコーディングまたはファイルインポート時のフォーマットで、オーディオエンジンは DAW 内部処理の精度ということでした。またビット解像度でフロートを選択するのは、プラグインエフェクトの掛け取りをする場合、または書き出したファイルをインポートする場合ということも思い出してください。現在販売されているオーディオインターフェースのビット解像度は最大でも32ビット整数ですので、それを使用する場合、ビット解像度は32ビット整数または64ビットフロートを選択するということになります。また後ほど詳しく解説しますが、32ビット整数以上のビット解像度を選択した場合、オーディオエンジンは64ビットフロートを選択することでベストな環境が整います。ちなみにオーディオエンジンを64ビットフロートとした場合、プラグインもそれに対応したものを使用することが望ましいです。64ビットフロートに対応したプラグインを確認するには、スタジオから VST プラグインマネージャーを開き、表示オプションをクリックします。64ビットフロート処理に対応したプラグインを表示という項目がありますので、選択すると該当するプラグインを一覧することができます。これらをプラグイン適用時に簡単に見つけたい場合、コレクションに整理しておくと良いでしょう。こちらをクリックし、新規コレクション空白を選択します。わかりやすい名前をつけて、64ビットフロート対応プラグインをすべて選択し、追加しておきます。するとプラグイン適用の際に、こちらからコレクションを選ぶことができるようになります。なお、キューベースに付属するスタインバーグのプラグインはすべて64ビットフロートに対応しています。さて、キューベース10において32ビット整数に対応したオーディオインターフェースを使用してレコーディングを行った場合、どれほどのメリットがあるのでしょうか。オーディオにおけるビットは音量の解像度で、数値が大きくなるほどより細かくダイナミクスを表現することができます。具体的には16ビットは2の16乗で 65,536 段階、24ビットは2の24乗で 1,677,7216 段階、32ビットは2の32乗で 429,496,7296 段階となり、32ビットの表現力が桁違いなのが分かっていただけると思います。なお、ビット数に応じたそれぞれのダイナミックレンジは、16ビットが 96dB、24ビットが 144dB、32ビットが 192dB となっています。この違いにより、ボーカルの消え際の息遣いや、ホールの複雑かつ微細な残響などを緻密にレコーディングすることができます。ここで整数とフロートの違いについてもおさらいしておきましょう。以前の動画でも解説した通り、32ビットフロートは演算用データ8ビットを含むため、実際のオーディオデータに当てられるビット数は24ビットということになります。32ビットフロートオーディオエンジンは、24ビットでレコーディングされたオーディオを扱うには十分でしたが、Cubase 10からは32ビット整数でのレコーディングが可能になりました。32ビット整数のオーディオデータを32ビットフロートのオーディオエンジンで処理すると、実質24ビットですので、下位8ビットが切り捨てられてしまいます。そこで32ビット整数でレコーディングを行った場合は、64ビットフロートのオーディオエンジンを選択します。64ビットフロートオーディオエンジンは、演算用データを除いても十分なオーディオ領域がありますので、32ビット整数の解像度を遺憾なく発揮させることができます。以前32ビットフロートの動画でも解説しましたが、64ビットフロートエンジンで32ビット整数のオーディオを扱う際も、ミキシング時の各トラックにおいて事実上クリップが起きることはありません。バスやステレオアウトでレベルを下げれば修復可能ということになります。また各トラックのフェーダーを下げることによる音質劣化も事実上起こりません。
詳しくは 32bit フロートの解説動画をご覧ください。最後に 32bit 整数オーディオおよび 64bit フロートエンジンを使用する際の注意点にも触れておきます。 32bit 整数でレコーディングを行うにはそれに対応したオーディオインターフェースが必要です。現在販売されているものとしてはこのスタインバーグ AXR4T が挙げられます。なお 32bit 整数や 64bit フロートでレコーディングを行った場合でもオーディオインターフェース内でクリップするとその状態が維持されてしまいますので注意が必要です。また 32bit 整数のオーディオを扱ったり 64bit フロートオーディオエンジンに切り替えたりするとオーディオファイル容量の増加や CPU 負荷の増加も伴いますのでこの点も注意しておいてください。 CPU 負荷に支障がなければこちらは 64bit フロートに設定しておいて問題ありません。なお念のためとなりますがプロセッシング精度で 64bit フロートを選択している際にファイルの書き出し・インポートを行う場合 64bit フロートフォーマットでの書き出しを行ってください。また別環境の共同制作者にファイルを渡す場合相手のプロセッシング精度に応じたフォーマットで書き出しを行ってください。はい、以上が Cubase における 32bit 整数オーディオおよび 64bit フロートエンジンについての解説となります。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。